焼きそば、生そば、生うどん、沖縄そば、チャウファン、餃子、ワンタンの皮、ラーメンスープの素等、麺好きローカルの人ならば、一度は食べたことがあると言っても過言ではない、ハワイの製麺会社さんヌードルがすごい。では、どうぞ。米国最大手の日系製麺会社、サンヌードルを紹介したビデオが話題になっていました。サンヌードルは、約30年前に、日本人がハワイで始めた製麺会社で、お店に合わせたカスタム麺を作ることで、多くのラーメン店で使用されており、米国でのラーメンブームを裏で支えてきた存在でもあります。そんなこだりの麺作りを紹介したビデオには、多くのコメントが寄せられていました。ラーメン麺の作り方。ハワイ・ホノルルにあるサンヌードル。1日に10万ポンドの麺を製造する。米国の数千のレストランに麺を卸してる。4万ポンドの小麦を消費する。顧客の要望に合わせたカスタム麺を作ってる。創業者浮秀人。ハワイに来た時にヌードルショップが至るところにあった。また食べたいとは思わなかった。何か物足りなかった。麺とスープのハーモニーが欠けていたんだ。レストランに合わせて麺の作り方を変えていった。レストランに合わせた麺を作るとすぐにお店が繁盛した。なぜ米国で一番の麺を作るのかよくわかる。海外の反応。ラーメン大好き。おお、この麺大好きだよ。ラーメンを食べたくなってしまった。これを見ながらラーメンを食べてる。インスタントラーメンは世界一だね。インスタントラーメンは現代社会の学生と残業労働者を救ってるよ。大学生になるまでラーメンは食べないことにする。そうすれば飽きないで済む。俺の体の 75% はラーメンでできてるよ。コメント欄のみんなへ。これはインスタントヌードルじゃないから。よし、これで秘密のレシピが分かったぞ。ずっと気になってたんだよね。ようやく謎が解けた。どうやって麺が作られてるのか見せてないじゃん。誰がヌードルを発明したの？あんな実用的な発明は神様にしか作れません。ラーメンは中国が発祥だよ。だから、日本の食べ物だとは思わない。そんなことは誰でも知ってるって。ラーメンヌードルっていうのはやめなよ。アホみたいだから。ラーメンは、ヌードルの一種じゃなくて、完全に別の料理だけど。だから、ヌードルだけ刺すときに、ラーメンヌードルって呼んでも問題ないよ W。満足感があるね。ラーメンビデオを作ってくれてありがとう。嘘です。こういうビデオが、相手を不服にすることに気づくべき。グーグーなるお腹がご愁傷様。そんなサンヌードルの現在の目標は、プレミアムヌードルを全アメリカへ、そして世界へ普及させること。最近では、イギリス及びフランスへ麺を輸出し始めたそうだ。そして、もちろん、ベストクオリティのハワイローカルフード、サイミンを、地元の人たちに提供し続けるということも大事なミッションだ。